演奏するレボン・ヘルム・マンドリンの名手でもあった。リボン・ヘルムは、アメリカ合衆国出身のミュージシャン、ザ・バンドのメンバーとして知られる。オリジナルメンバー5人中、唯一のアメリカ人である。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第91位。1940年、リボンは、農家の4人兄弟の2人目の子供として、アーカンソー州に生まれた。 ドラマーとしての印象が強い彼だが、最初に手にした楽器は9歳の時に、父親が与えたギターであった。10代の頃、エルビス・プレスリー、ジョニー・キャッシュといったアーティストのライブに、摂氏ロックンロールに興味を持つようになった。1957年、高校を卒業するとロニー・ホーキンズのバンド、ホークスに加入する。1959年、ロニーが拠点をカナダに移すと、 ヘルム以外のバンドのメンバーは脱退し、代わりに現地で新たなカナダ人のメンバー4人が加わった。この新生ホークスが後のザバンドとなる。ヘルムにロビー・ロバートソン、リチャード・マニュエル、ディック・ダンコ、ガース・ハドソンを加えた新生ホークスは、1965年、ボブ・ディランのバックバンドに抜擢され、ディランと共にツアー活動を行う。ツアー途中、 旧来のフォークファンのブーイングに嫌気がさし、一時グループを離れたが、後復帰。1968年には、名称をザバンドに変更し、同年、ミュージックフロムビッグピンクでアルバムデビューを果たした。生まれ育った南部の土着の音楽であるブルースやフォークに通じ、メンバーのまとめ役として重きをなした。主として、ドラムスとボーカルを担当したが、マンドリンをもこなし、 その泥臭くも堅実な音楽性はバンドのサウンドに欠かせないものであった。1976年、映画にもなった、ラストコンサート、ラストアルツとアルバム、アイランドを最後に解散。ザ・バンド解散後、ヘルムは、ドクター・ジョン、ポール・バター・フィールド、スティーブ・クロッパー、ドナルド・ダック・ダンラとアーク・オールスターズを結成し、ソロ活動をするようになった。 1983年、ザ・バンドはロバートソン抜きの4人で再結成をし、ツアーを開始した。ヘルムは再結成後も一貫してメンバーとして活動する。アルバムも1993年のジェリコをはじめ3枚リリースするものの、1999年にリック・ダンコが死去したことに伴い、ザ・バンドとしての活動は休止状態となった。1993年、 ヘルムはザバンドについて綴ったティスホイール、エスオンファイヤー、リボン、ヘルムザストーリー・オブ・ザ・バンドを出版した。この中でヘルムはザバンド解散をロビー・ロバートソンの責任とするなど彼への批判を全面に押し出しており、両者の圧力が表面化することとなった。1996年にヘルムは高等眼と診断され、以後歌うことは困難になっていったが、 ミュージシャンとしての活動は続け、ドラムス、マンドリン、ハーモニカなどを演奏し続けた。その後彼の声は奇跡的とも言える回復を見せ、2007年には久々のスタジオソロ作、ダート・ファーマーで元気な歌声を聴かせている。なおこのアルバムは2008年の第50回グラミー賞においてベストトラディショナルフォークアルバムを受賞した。2009年もウッドストックにある 自身のスタジオにて月に数度のミッドナイトランブルセッションズと名打つライブ活動を中心に活動した。2010年には第52回グラミー賞においてダートファーマーの続編とも言えるエレクトリックダートでベストアメリカーナアルバムを受賞した。2012年4月19日ニューヨークにあるメモリアルスローン・ケタリングガンセンターで死去71歳ボーツ。ヘルムは 俳優としての活動も活発であり、エレクトリックミスト切りの操作戦、ザ・シューター、極大射程、メルキアデス・エストラーダのサンドの埋葬、沈黙の弾劾、ライトスタッフ、歌え、ロレッターへのために、など、多数の映画に出演している。リボン・ヘルムのドラムは、重心の低いどっしりとしたサウンドが特徴である。 一丁するとシンプルなビートでもスネアのゴーストの音を多用していることが多く、他に類を見ない独特のグルーブを生み出す。一般的なロックドラマーと比べて、クラッシュシンバルの使用頻度が低く、オープンハイハットをやかましく鳴らし続けるといったこともないため、相対的にスネア、タム、キックが目立っている。歌えるドラマーとしての評価も非常に高い。長らく、 レギュラーグリップを用いたが、晩年は、マッチドグリップを用いるようになった。リボン曰く、余計なことをやりすぎてしまうことを防ぐため、また、手の負担の軽減の目的もあったようだ。ありがとうございます。